どうもこんにちは、カムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。あれショー、お久しぶりっす。お久しぶりです。横田コーチでーす。試合感全くないですけど、横田選手、横田選手ですよね。いやー、今日で、今日だけ終わり。あ、どうですか、調子いいですか。もう動画見れたのに、なんか心臓がパッと。もう見たくないのに。あー、どんなんかなって。あー、ふーん。いや、でも、横田コーチもなんかツイッターとかによく上げられてますよね。で、なんかちょっと保険で、筋肉痛やばいみたいな書いてあって、あー、これ怪しいなーって思いながら。ちょっとオケ張ってきたぞ。オケ張ってきたーと思いながら、でも今日はもうバッチリっすか。バッチリっす。さ、まあまあ人、俺自分たちで煽っといてなんだけどさ、こんな入んの人数、え、やばいっすよね。相当人いますね。で、煽ってでしょ。あ、そうっすね。田中と、あ、ランちゃんいいんすか。田中選手たちの対決を見に来たみたい。初戦と、前振りで。そうですか。どうもよろしくお願いします。そうですイメージですよね。はい。いや、でも盛り上げたいですね。そうだね、盛り上げましょう。いや、頑張りたい。お願いします。お願いします。じゃあ、僕マジだ。このプラントマジだ。ありがとうございます。お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。まあ、今日の目標は横田選手に勝つ、プラス、まあ、タイムも狙っていくと。そうですね。あと、まあ、ベスト1分51なんで、それを越したいのと、まあ、でも一番楽しみたいですね、はい、このレースをね。見てて楽しいようなレースをね、していきたいなと思います、はい、頑張りましょう。見ててください、はい、頑張ります。いきます。それでは早速行きましょう。見てください、あそこ僕の横断幕をね、作ってくださったということで。すごい、やばくないですか。タムジョーファイトって書いてある。めっちゃインク代かかってるそこ気にしちゃう。絶対やばいと思うんですけど、まあ、ああいうね、あの皆さん作ってくださったんで、僕ちょっとその期待に応えたいなと思います。頑張ります。今日さ、モノマネしてる。いや、今日は先に。僕は後ですか。俺のモノマネしてる人ですよね。そうです、そうです。あ、はい、そうでした。いつも本当リスペクトしてくれてるっていうことだと思う。スジョーさんも様々なんで。あ、いいですね。あ、これ新作なんですね。できたの。一応、夏作ってた。あ、そうです。そうです。ついに完成しました。頑張りましょう。頑張る。これは、ヨガさん応援してるかな。僕もちょっとだけね。めちゃめちゃ応援してる。応援してる。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。タムジョー YouTube。どうですか、今の気持ちは。いやー、まあ、やってみないと分かんないですね、これちょっと。いや、もっとおもろいこと言いたいんだけどな。緊張感がない。いや、今はもう集中しよう。いやー、マジ頑張りたい。まあでも、ここまでいけんのはすごいよ。いや、俺ほんと楽しかったわ、このトラック期間。なんか最後って思うと寂しいけど。この思いを全部ぶつけたい。今日に頑張ろう。笑顔でいくわ。タムジョー YouTube。 あいつは僕は男まで見るあの人に勝てるんだろうか。いつもは代表を務めるツーラップスの横田さんの
表情はどうご覧になりましたか。今日は朝から結構シリアスな表情でレースが近づくにつれてピリピリしてました。あ、そうですか。対するはやはりタム城ということになりますか。そうですね、今日で3戦目となるので、白黒決着がつく日なのかなと思います。白いユニフォームの横田、その隣を赤いユニフォームタム城がスタートを切っていきます。さあいよいよその決着が決まる瞬間が近づいてきました。さあここまで残り1分少々となりました。日本キャンプチャルレース男子8分レースです。いよいよ今この場を迎えます。YouTuber 楽しみます。頭だ TikTok か。イスカ選手は絶頂者として活躍をしています。頑張ります。内側から新井聡、横田正人、田村翔也、田村翔です。イスカ高谷、そして中野海斗という5人1日2日、3日です。今夜は落としました。男子 800m リポビタンスペシャルレース男子 800m いよいよスタートしていきました。さあ内側から新井がリードを取ってまずは54秒で引っ張っていくというその1周目ですが、はい、予定通り新井選手がいいペースで引っ張ってます。そこにトゥーラップス代表の横田正人が今2番手、2位に現在つけている状況。タム城はその後ろにぴったりつきました。はい、 200m の通過23、4、5、6、ほぼ予定通りのペースです。そうですね、今 200m を通過していきました。先頭が新井、そして横田正人が現在2位、白いユニフォームです。タム城がその後ろにつけて、さらには三塚長屋がつけて、そして一番最高峰に高野海斗、市場中学がつけています。さあホームストレート残り1周に入っていく。さあこの大会を作り上げた横田正人が走っている。後ろはタム城、そしてその後ろに TikTok カード結果54秒6。今54秒6、超設定タイムでいきました。さあペースメーカーが外れた、新井が外れた、そして3人の戦いになった。オリンピアンか、 YouTuber か、 TikToker か。さあミスカ割れた、ミスカ大人は絡まくっている。さあミスカが2位に上がった、ミスカ2位に上がった。ただ横田正人、オリンピアンは現在先頭を守っている。さあオリンピアンか、 YouTuber か、残り200を通過しました。さあ横田正のオリンピアンと、さあ YouTuber タム城の争い。さあホームストレートに帰ってきました。ミスカは遅れた、ミスカは少し遅れた。残り 100m、 さあ横田かタム城か、横田かタム城か、オリンピアンか YouTuber か。 YouTuber のタム城、タム城前に出た、タム城前に出た。横田を破ったのはなんとタム城。そして最後に高野海斗が帰ってきました。今市場中学、神奈川県市場中学の高野海斗フィニッシュを迎えています。素晴らしいレースでしたね。今2人が抱き合っています。男子 800m タム城優勝、そして横田正人、最後の接戦は見事な接戦でした。はい、もう最後までどっちが勝つのかわからない。手には自ら1分53秒72、はいはい、中国の高田選手は2分7秒7秒やった。お疲れ。やってきてよかった。1分51秒37ベスト。そうですね、マジ嬉しいわ。男子 800m 田村翔が勝利しました。皆さん大きな拍手をください。いやもう本当に毎回 YouTube で練習動画上げてたんですけど、もうその時からずっと走る前に横田コーチの顔を思い浮かべて、で走ってる時も横田コーチがここにいるっていう気持ちで毎回ずっと練習臨んでました。素晴らしいです。ありがとうございました。ちょっと目標を聞かせてください。今後の目標はちょっとまだ分かんなくて、人生を全力で楽しむことなんですけれども、まあ今日本当にこうやって皆さんが応援してくださったおかげで盛り上がった大会だと思うので、本当に応援来てくださった皆さんありがとう、ありがとう。またあのレースやってくれ、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、よろしく、バイビー。
やっとバイビーできるぐらいに。どうだったあれ見て。いや、あのね、やっぱ最初の入りが54秒6とかで、でもラストやっぱりね、仕掛けあって最後直線で並んで、で僅差1秒以内だから、めちゃくちゃもう見応えのあるレースだったと思う。やばかったね、うん、俺見たいわ。早く見たい。見てくれ、ちょっと頑張って作るわ。いや今日はもう何でも牛丼でも何でも食おう。今日は牛丼でいいか。牛丼でいいよ。牛丼でいこう。牛丼かい。今日は何もないかげで大会なんとか盛り上げようと、そっちに集中したのであんまり緊張せずよかったです。来年は1分50秒切れていきます。いや、まだまだ僕が最初のレースでこれから3試合もっと見どころ満載のレースから見れるところで、ぜひこっちを楽しみに、一日楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。実況あります。これ、ね、これあの YouTube です。お疲れ様でした。あー、隠さないでください。モザイクかやげないモザイクです。強いな、お前。いやー、嬉しかったです。本当ありがとうございました。またやりてえな。またやりましょう。タムジョー YouTube。はい、ということで本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、お夜遅くまで本当にお疲れ様です。10時まだ6時。めっちゃ時間かかってるっていう感じなんですけど、いやー、激アツでしたね。いやもう自分たちで言っちゃった。あ、自分で言っちゃいました。激アツな。いやー、本当に今日どうですか、気持ちは。悔しい。いやでもね、なんか本当盛り上がったよね、多分。いや、だいぶ思ったと思います。本当に、ね、めちゃくちゃきつい中でも盛り上がって分かりました。分かったよね、ってなってて、わーみたいな。今まで過去一の盛り上がりのレースを今日経験してました。日本選手権に盛り上がってた。いやー、超えてましたね。日本選手権よりもですか。より全然盛り上がってました。オリンピックよりもですか。オリンピックやったよ。オリンピックは揺れる。揺れるトラック。いやー、もうすごい完成だったね。ということで、やみつかさんも本当にもう病み上がりで、病み上がりでもね、この動画見ていただけた方、あのね、あの日からね、あの日から下手の時一緒に撮って、そこからね、いつか一緒に走りたいですね、そうって、ね、言ってたら、もう早速実現して。僕も悔しかった。きつかった。いや、きつかったです。あ、そうなの。はい。どこきつい。や、もう最後の100きつい。一回さってなってる。一回ってなってる。でもスンって伸びて、一番後ろで一番いいとこで見てましたね。マジかで。そう、マジか。一番マジか。一番特等席でした。馬後ろで見てました。いやー、もうしびれました。本当最後腕がまたベスト。ベスト出ました。もう絶好だ。やったぜ。もっといけますかね。今日のレースだったらもう1個。あ、もうほぼそうですね。55ぐらいで入って、しかも2分で変にあそこを上げましたから。いや、でもまたやりたいですね。また大会ありがとうございました。本当にもう夜遅くまで、あ、こんな戦あった中、ほんと楽しかったです。僕もこんな楽しいイベント今まで初めてでした。陸上のイベントで。横田コーチのおかげです。ありがとうございます。師匠、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、800見てくださった皆さん、本当に感謝です。ありがとうございました。また機会があったら、あのこのメンバープラスマ何人かで、はい、よりこれを超えれる盛り上がりの大会をちょっとやるかもしれないので、皆さんぜひ応援来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで本日は 800m ガチ対決でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。